将首を挙げた者には褒美は思いのままだぞ。登場兵器で城壁を越えるのだ。取り付く敵を排除せよ。でかい剣だな。あんな長いもん振り回す気か。若いやつは見え張りたがるから。バカがぶっ殺されつ命の張り所よ。がっぽり稼ぐぜ。早い者勝ちだな。
はひるんだぞ。残らず殲滅せよ。これでは近づけん。あの投石機を破壊するのだ。報酬上乗せしてほしいもんだぜ。突破できん。あの投石機壊せんのか。大したもんだ。中の者がやってくれたようだな。全軍城内へ突入せよ。バズーソだ。バズーソってあの三十人斬りの熊を素手で倒したという。どうした。頭を叩き割られた奴から前出ろ。あいつが血の稼ぎ頭か。勝負はここからぞ。
ま終われるか。腰抜けどもが金玉が縮み上がっておるわ。何をしておる。奴を討ち取って名を上げか。いくらだ。俺は傭兵だぜ。あんたら違って名誉じゃ飯食えねえんだ。よかろう。見事奴を討ち取った暁には金貨10枚、いや7枚だぞ。せこい野郎。後悔するぞ。金貨7枚でその頭を叩き落とされるんだからな。貴様のようなケツの青い若造が戦場に立つとは、どちらは相当の兵員不足と見える。ズーソが押されてるぞ。クソ、いい気になりよって。すごい奴がいるもんだな。ねえグリフィス、あんたとどっちが強いかな。くだらないことを聞くな。グリフィスの方が強いに決まってるだろ。給料2ヶ月分と今回の報奨金だ。なあ、考え直す気はないのか。給料は3倍私分に取り立ててもいいと言ってるんだぞ。あちらさんは俺たち傭兵にしてみりゃ夢みてえな話じゃねえか。夢食えんのかそいつは。
待て、地位も金も保証すると言ってるんだぞ。何の不満があるんだ。嫌いなんだよ、窮屈なのは。次、